クリストファー・ベルントソンは、スウェーデンのフィギュアスケート選手。2006年トリノオリンピックスウェーデン代表。2008年エーゴンチャレンジバイ優勝。2009年、クリスタルスケート優勝。スウェーデンフィギュアスケート選手権、優勝9回。夫人との間に、双子の姉妹がいる。5歳でフィギュアスケートを始める。はじめの1年ほどは、アイスホッケーも並行して習っていた。コーチのアンドレアド・ハニーは、 世界シンクロナイズドスケーティング選手権で5度の優勝を誇るチームサプライズの指導者でもある。1999から2000シーズンにスウェーデン選手権初優勝。同シーズンから欧州選手権と世界選手権に出場し続けている。2006年トリノオリンピックは23位。2007年世界選手権では9位と検討し、2008年にスウェーデンで行われる。 世界選手権の出場枠を2つ確保した。2007から2008シーズン、7月末に足の肉離れを起こした。欧州選手権では自己最高の7位。2008年英語ンチャレンジ杯で優勝。出場者が北欧選手に限定されるノルディクスを除き、国際大会で優勝するのは、これが初めてである。世界選手権では14位。4月に伝部の手術を行った。 2009から2010シーズン、クリスタルスケートで優勝。スウェーデン選手権で優勝したが、バンクーバーオリンピックの代表に内定せず、欧州選手権に決定が持ち越された。ライバルである、アドリアンシュルタイスとアレクサンデル・マヨロフに対しては、オリンピックで20位以内の可能性があれば、派遣されるとしていたが、ベルントソンに対しては8位以内の可能性という、厳しい派遣要件が設けられていた。 欧州選手権では15位となり、2度目のオリンピック代表にはならなかった。2010から2011シーズン、スウェーデン選手権では9度目の優勝を果たしたが、ノルディクスでは3位で世界選手権の代表に選出されなかった。この大会を最後に完全に引退はしないものの、競技生活の一戦からは、退くことを発表した。アマチュア競技から離れた後は、本職である。 電気技師の仕事の傍ら、コーチや、プロスケーターとしての活動をしている。ABCDE、フィギュアスケート選手名鑑2006新書館、2005年12月、P97、山本ゆめ子、インタビュークリストファー・ベルントソン会場を、ダンスナイトに変えた、期待の星、フィギュアスケートデイズボリューム3大 X 出版、2007年5月、P19、 バーントソン・ルッキング・フォワード・ツー・ロッキン・ザ・ホーム・クラウド・ハット・キャンプ・マルメ・スウェーデン・ハット・フィギュア・スケート・ジュベール・ゴリン決定・欧州の状況はクリストファー・バーントソン・アイ・ウィル・コンティニュー・ツー・スケート・インタビュー・ウィズ・クリストファー・バーントソン・ I will to skate. イン・オーベルストドルフ・ジュライ2015・2015ありがとうございます。